はい、どうも大成です。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日の動画はこの冬おすすめしたいニットとカーディガンのスタイリングを紹介したいと思います。はい、一応今日事前にお話しさせていただきますと、最初にプロモーションって、表記が出てると思うんですけど、実は今日の動画はちょっと親しい方からねブランドのお仕事をいただき紹介させていただきたいなと思って今回動画を撮影させていただいております。なんだよまた案件かよと思うんですが、本当に安心してください。実際に僕も本当に案件受ける前にこれ何度も言ってるんですけど、僕の案件を受けるポリシーとしては、まず僕の視聴者さんにまず見ていただく分に僕が納得しない部分はすごい嫌なので、まずは最初にアイテムを見てからお仕事させてくださいってことは伝えていて、そこが僕の中のポリシーであって、そこを踏まえた上でそれでもちょっと案件は嫌だっていう方は全然この動画見なくて大丈夫です。でもこの価格帯でこの上質なニットを使うってかなり難しいなと思ってて、僕もねそれがあるからこそちょっと紹介させていただきたいなと思ったし、ぜひともみんなにも知ってほしいなと思ったのでこの動画を撮影しております。着こなしはめっちゃ勉強になるんで、よかったら最後まで見ててください。それ以外にもちょっと2万円ぐらい3万円いかないニットでいいのないですかって方で探してる方は、これ今回アンダー3万円のニットになるので、ぜひとも最後まで見てってください。では本日も素敵なニットを紹介しようかなと思っております。早速行ってみましょう。はい、ということで今日紹介するブランドなんですけど、ブランド名がスタンバーグというブランドですね。あまり聞いたことがない、聞きなじみがない方が多いんですけども、もちろんそれは何でかというと2022年に、ブランド自体が始まっております。でスタンバーグ自体は結構上質さを求める高感度なお客様に向けて、リアルでタイムレスなコンテンツを提案しますっていうことがブランドで掲げているテーマになっております。はい、そんな、今日はスタンバーグというね、ブランドのアイテムを使ってコーディネートを組ませていただきます。アイテムを今紹介するんでお待ちください。はい、まず1つ目がめっちゃ可愛くないですか、このクルーネックセーター。ブランドロゴはこんな感じで、スタンバーグって書いて、スタンバーグとか、そうちょっとちっちゃくスタンバーグで、一見モヘアみたいな、モヘアかなと思うんですけど、モヘアよりももうちょっとふわふわとした毛足の長いニットになってます。でこれ素材何かというと、すいませんちょっとメモ見ますね。素材が何かというと、ペルー産のスリッシュアルパカを使用しています。しっとり柔らかでシルクのような光沢のある上品さと、細くて繊細な毛が柔らかくて気持ちいい肌触りの実現。まあ肌こう当てると若干はチクチクするんですけど、アルパカってもっとねちょっとこうゴワゴワしてる印象なんですよ、僕の中でアルパカって。でもそれがあんまりないのが、えすげえいいじゃんって思ったんですよね。でプラス軽いんですよね、普通にめちゃくちゃふわっとしてて軽いし、で程よい肉感もあるのですごい着やすかったです。あの1日着てみたんですけど、めっちゃあったかかったっす。軽くて暖かくて、ちょっとこう肉感もある、ニットなのですごいね着やすかったのと、毛玉ができにくいんですよね。毛玉ができにくくてすごい使いやすかったです。でただ最初だけね、どうしても最初だけこういう毛足の長いニットって毛が抜けやすい、はい、毛が抜けやすいので、ブラックのスラックスとかで合わせちゃったりするとちょっとこう毛が目立ったりするので、そこだけ注意していただければなと思っております。まあでもどんどん抜けなくなって気にならなくなっていくと思うので、そこだけちょっとご了承いただければなと思っております。はい、今日はこのクルーネックのオーバーサイズのニット、グレーです。サイズが一番大きめです。とこちらスタンバーグさんのカーディガンですね。これも同じアルパカの黒のカーディガンを使った4コーデをね紹介させていただければなと思ってます。カーディガンで2コーデ、あっちのクルーネックで2コーデ紹介しますので、よかったらこの後も見ててください。では早速いきます。ワンコーディネート目、レッツゴー。まあ普通にね、今日僕が着てるミントのミントグリーンのパンツにブラックとか着ても可愛いと思うので、一回このまま羽織ってみようかな。こういう感じも普通にシンプルに可愛くないですか。いや本当にね、あったかくて軽いのよこれ。でボタンもね、水牛は水牛じゃないけどね、プラスチックだけどマット感あってかっこいいです。このまま普通にシンプルに合わせてもいいんですけど、今日シンプルっていうかちょっとねレイヤードして癖あるものを残そうかなと思ってるので、はい、じゃあ1個目いきます。これふわふわなんですよね、ほら見てこの毛足の長さ、わかるかな。でしかもかなりこうちょっと肉感もあるので、いきます。こうやって
ットします。タックインしてあげてください。はい、オッケー。これにジャケット着ます。最初着てたレザーのジャケットをインナーに入れたいと思います。ザクレミのカーディガンなので、正直こういったちょっと軽いライトアウターの上に着れます。中がこれ G ジャンでもかっこいいと思います。今僕レザーを入れてますが、アウターの上からこうやってカーディガンを羽織ります。これめっちゃあったかいんですよ。でシューズに関しては冬っぽくブーツか、まあ、アディダスかブーツで引き締めます。はい、こんな感じでございます。スタイリングに落とし込むと、こんな感じです。今日のコーディネート目です。こういう毛足のあるカーディガンって割と温かみもあってかっこよく仕上がるので、仕上がりすぎちゃうので、ちょっと中はこういうイエローとか、イエローの柔らかくなるような差し色、ビタミンカラーを入れてます。でイエローと相性のいいブラウンのパンツで合わせていて、これ中身僕レザー入れてるんですけど、 G ジャン、暗めの G ジャンとかインディゴの G ジャンとか入れてもかっこいいと思います。僕は今回ちょっとかっこよく見せたいのでレザーのジャケット入れてるんですけど、その上から今回スタンバーグさんのカーディガンを着ております。レイヤードを今回意識しております。これめっちゃ良くない？これ一コーディネート目にしてもなかなか良さそう。次着てて思います。はい、次はもうグレーのクルネックカーディガンにします。でさっきのボトムスキープで上をストライプのシャツにしました。足元はカーブスキープですかね。少しニット素材で柔らかくなりすぎるのをこういったブローチとか入れて少しアクセント作ってあげます。こんな感じでブローチを入れてアクセント残してます。はい、2ルック目です。ブラウンとストライプとグレーで、クルネックバージョンの方ですね。こっちのグレー結構いいんですよね。僕こっちが好き、完全にこのグレーの感じすごい可愛い。うん、しかもストライプとかと相性がいいんで合わせてみてほしいです。これあえてブラック持ってこずにボトムスをカーキとかブラウンでまとめるっていうのが僕なんか今ハマってて、なんかこれがすごい大人っぽく見える印象の一つかなと思うんですけど、カラーパンツではなくてカラーパンツの中でも少しアースカラーのものを一緒に合わせてみるとちょっと秋らしくて、まあ、ちょっとこうこっくりしちゃうんですけど、まあそういうのをシルバーアクセサリーとかで少し差別化させたりとか馴染ませてあげるっていうのがいいかなと思います。うん、いいですね、ブラウン。はい、2コーディネート目はこんな感じでした。うん、僕結構こっちの方が好きかも。はい、次あと2ついきたいと思います。パジャマみたいな。次このままツイードのパンツにさっきのグレーのクルネックをシンプルに合わせます。もうこれは本当に単純にマンツーコーデですね。あんまりこううるさいことせずにただ重ねてあげるだけ。僕半袖で着てますけどそんなチクチクしないんですよね、まあ、若干敏感肌の人はチクチクが気になるかもしれないですけど基本は大丈夫かな。で今回これはスニーカーにします。悪でもいいな。こっちとこっちどっちかな、どっちがいい。でこんな感じで合わせて、まあ、グレーとネイビーなんでそれは間違いねえだろうって感じなんですけど、ちょっと外し作ってあげたいのでちょっとオレンジのニットキャップをかぶります。オレンジとグレー可愛くない？いいですね。はい、完成でございます。どうでしょう、ちょっと上品なストリートっぽい感じ。ニットとツイードのパンツでアディダスのスニーカーですね。で、差し色でオレンジのニットキャップを使ってます。これいい、いいんじゃん。どうでしょう、坂本さん。好きです。りょうちゃんみたいなうちのアシスタントみたいな。結構ラフに着れて、まあ、グレーはこういうね派手なアイテムともなじませやすいので、まあ、そういった面ではめちゃくちゃ使いやすいのかなと思います。はい、今回結構幅広くいろんな方に知ってもらえるように着こなしをだいぶ広げてます。はい、3コーディネート目完成でございます。はい、じゃあ次行きます。次はこの淡いペールのドームなんですけど、ちょっとこれも春っぽすぎるのでできれば黒のカーディガンで引き締めたいですね。これトップスが古着ですね。はい、で上まで、上から下まで全部締めます。同様でその上から黒のカーディガンを羽織ります。このラルフのカントリージャケットめちゃくちゃかっこいいんですよね。今回はこの襟元にブローチをぶっ刺してかっこよくしちゃいます。革靴と合わせたいので革靴合わせます。はい、ラストですね、4コーディネート目です。メガネかキャップを試してみます。キャップでも良さそうだね。
レザーのキャップですね。キャップ入れるとこんな感じ。どっちがいいかな。メガネ、じゃあこのメガネスタイルでいきます。できました。はい、ベージュのボディロイのパンツに古着のジャケットに、中が結構淡いペールトーンなので引き締め効果で黒のカーディガンを使ってます。だいぶ中はコンパクトめなサイズ感に対して、このアウターらしいカーディガンがジャケット感覚のように着れるので、まあ、そこも含めて全体的なバランスも綺麗になってます。で、足元スニーカーでもいいんですけど、ちょっとスニーカーだとカジュアルすぎちゃうので、ここはもう革靴で締めちゃうのがいいかなと思います。はい、こんな感じでまとめております。はい、ということで今回スタンバーグさんというブランドですが、2022年、今年からね SS から始まってるので、よければぜひとも皆さんちょっとおしゃれなニットが欲しいって方はね、探してみてください。で、僕自身も自分で本当に服を作ってるので、どういう素材がいいかとか、どういう生地がすごい効果とか、作ってる側としてもそういうところも見ているので、ぜひともこのアイテムはね、若干ね最初だけ毛が抜けちゃうのが気になるんですけど、それ以外は本当に大満足のアイテムになっているので、よければ見てもらえればなと思っております。はい、そんな感じでぜひとも概要欄に商品とスタンバーグさんのインスタグラム、載せておきますので、よかったら、そちらも見ていただければなと思っております。はい、ということで、では本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では、せーの、バイバイ。